どうもこんにちは、たけしです。そしたら今回ドームファイトについて、まあ苦手な人もいると思うんですけど、そういう解説とかもやっていきたいと思います。まあどうやったら強いよっていうのを後々教えていきます。で、今回自分の動画で分かりやすい例が取れたんで、まずそれを一緒に見ていきましょうか。マイドームこの後投げるんですけど、まあエイム力は置いといて、マイドーム投げるんですけど、この時見てほしいとこがあって、これがまず最初悪い例っていうか悪いドームファイトなんですけど、ドームファイトの時のエイム力と状況判断の戦いがこれ全然ダメで、まあ一回流しましょうか。このめちゃめちゃ外してるのってわかります？外しすぎて、これ前ドームまでは良かったんですけど、ここ当て切らないと、この後のドーム切れた時、左レースいたのわかります？こっち側に別のレース、この時レースがコックで引いてる時で、こいつがもしもドーム切れんの待ってるとしたら、これ当ててダウンかアーマー割ったりしないとめちゃめちゃきついんですよ。で、この後のエイムもぐだってて全然ダメで、で、これちょうどドーム切れたタイミングで突っ込んできてくれたんで倒したんですけど、これもしもレース行ったら俺もうフリーキルでもう完全に死んじゃってます。で、今のが悪い例で、エイムの、まあ、ショットガンでファイトするなら、まあ、こっちの方がショットガン持ってる方がもちろんドームファイトって有利で、まあ、ドーム1枚壁使って戦えるんで出入りの自由ができる。で、苦手な人ってこのドームファイトの時にこのドームギリギリいないんですよ。こうやってちょっとわかります？この空間空いてるの、この距離感っていうのがつかめてない人が多いっていうイメージはありますね。ドーム入って苦手な方は。で、まあ、もしもドームファイト別にショットガンだけじゃなくて AR 使うときは、次いい例見せていくんですけど、ここから見ていくとあるんですけど、まあ、今回ちょっと中性、さっきも言った通りなしでなんですけど、裏にさっきのレースがいます。で、前からまた別派が詰めてきてる状態で、挟まれてる状態で、これ左と右に1枚いて、右から1枚展開してるんで、もうここドーム入っちゃったんですよ。で、これ入った理由としては、今のここで右に1枚真正面いて、右からもうこれ通される状態で、ここで俺待っててもよかったんですけど、で待ってるとこいつがこっち側まで来て、右側柱ここまで来て負けちゃうんですよ。 1v1、 まあカバーにさっきのやつらが絶対来るんで勝ち目がない状態になっちゃうんで、そうなる前にドームファイトを仕掛けます。で、 1v1 の状況っていうのに持ち込んで、フララで削ります。で、マスに変えてワンダウン取ります。で、こっからちょっと気にしてみてもらいたいんですけど、この後の考える力っていうのかな、なんて言えばいいんだろうな、まあっていうのと、あとは立ち回りっていうプレイを見てほしいんですけど、まあ最初何も言わずてか見てもらえばいいんで、まあ分かりました。一瞬何がしたか、ドームファイトでここ倒すじゃないですか。解説ありでやっていくと、一旦今一瞬バッて巻きます。ここバッて巻きます。で、巻いたふりをしたんですよ、今。そしたらヒューズは詰めてくるんですよ。
で、その詰めてきたタイミングで体出して、フララで、削り切る。削って、中入ってくるんで、外で待って、マスティフ当ててダウン取る。で、3枚目が詰めてきました。ダメージ与えて死にます。で、全部死にました。これがいい例。ドームファイトをちゃんと綺麗に戦えてる。ドームをうまく使いながら戦えてる証拠。ここで、1枚取って、回復するふりをして、詰めてきたところを打って、中入ってくるか外で待つ。まあ、これが、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいかな。一番、うまくいってるっていうのが、わかりやすいと思います。で、まあ、こっからエイペックスに戻っていくんですけど、そう、基本的にショットガンを持たないよっていう方もいると思うんですけど、そういう方は、まあ、銃、さっきのドームファイトで、いい例の店だと思うんですけど、そのやり方で戦ってもらえればいいかなとは思います。まあ武器は正味なんでもいいです。まあ適当に持ちましょうか。なんかつけます。で、ドームファイトで真正面に1枚いるとき、ワンブイワンに持ってって、これ、ドーム入ったらまあこの距離、保ってくる敵か、分かれてくるんですけど、この距離保ってんなら、ドームを足元に、ここ壁一枚、これをまず苦手な人は覚えた方がいいです。どんぐらいで体が出るか出ないか、これ出てない状態で、で戻って打って戻って、まずこれは苦手な人でも最初から。そのドームファイトを強くなりたいっていう方は絶対覚えた方がいいです。で、逆にこれをショットガンを持った時の立ち回りなんですけど、ショットガンはまあ何でもいいです。ホームシールド展開で、打ちます、戻ります。だけだとパターンが1個だけなんですよ。それだともったいないんで、敵にこいつワンパターンだなってバレちゃうんで、シールド展開、待って、今待ったとこがちょっとおかしかったんですけど、ここで本来待って出る入る、まあ多分今足元や見てやると分かりやすいんですけど、こいつは弾を通さない、これ覚えてからなんですけど、入った振り、入った振り、これっす、これ、これを入れて入った振り、入った振りっていうのパターンをたくさんたくさん作ってあげると、ドームファイトっていうのはいろんな戦い方ができます。なんかこれと SMG を持たせたら、こいつは弾を通さない、取ったらパターンを取って詰めてくるっていうのをやると、もっとドームファイト勝ちやすいのかなとは思います。まあ、あとはジブの、まあ自分がジブ使わないとして、もしも味方が前ドームに投げた時に展開ですけど、こうやって入っちゃうと、スライディングで真正面に入っちゃうと、これめちゃめちゃ弱いんですよ。なんでだろうな、こう遮蔽物みたいなの分かります？まっすぐ入っちゃうと遮蔽物がないんで、こりまいってやめた、仲間には指一本も触れさせないぜ。入った方がいいです。かあ、もうここに敵がいるとしたら、真正面入っちゃう、で、こっちも入ってくるから、こっちも押さえなきゃいけないっていうのもたくさんあります。で、足元ドームとかだったら、仲間には指一本も触れさせないぜ。自分だったらここで見てあげます。もう一人だとしたら詰めてこさせないように見てあげます。
って戻ってってやってあげると時間を稼げるんで、まあ、蘇生の時間を稼いであげるのか、まあ、前動画だったらこいつは弾を通さない、どんな風に入って戦うのか。だからここで待って出てきて、はい、のをいろいろやってあげると自分のドームファイトっていうのはやりやすいと思います。で、質問とかはまあコメント欄に書いてもらえれば自分答えてるんで、なんかわかんないこととかあったら、気になる部分とかあったら全然聞いてもらえば答えますので、ぜひよろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。